日本の道路一般国道国道17号、アゲオ道路アゲオ道路は埼玉県埼玉市西区から埼玉県高野市に至る国道17号のバイパス道路である。都市計画道路としてはアゲオバイパスの名称になっている。埼玉市で新大宮バイパス、高野市で熊谷バイパスと連結する国道17号の交通渋滞を解消し、 生活環境の改善を図ること等を目的として計画された道路である。中央部分には別途高速道路の計画があり、新大宮バイパスの中央部分と合わせ、新大宮上を道路として地域高規格道路の計画路線に指定されている。起点は埼玉市西区宮前町の宮前インターチェンジである。国道16号及び新大宮バイパスと分岐後、 国道17号本線のおよそ2から4キロ西側を並行し、埼玉市、上尾市を北上、桶川市大和坂渡谷で、首都圏中央連絡自動車道とジャンクション、専用武漢成までは、桶川北本インターチェンジとして、共用により接続する。さらに、北本市を北上し、終点の河野寿市、三田交差点で、国道17号本線及び熊谷バイパスに、接続する。 本計画は1969年の都市計画決定時から存在する。1989年に都市計画変更され、1990年に大宮市宮前町から桶川市川忠だにの埼玉県道12号川越栗橋線の約 8.9km が事業化。1995年に桶川ジャンクションまでの約 2.1km が事業化した。 整備計画によれば、地平に片側2車線の一般道路と一般道路の上下線間に、高架で片側2車線の自動車専用道路、国道の両側に市民生活用のサービス道路と緑地帯を整備することになっており、道路幅は概おおね50メートルを超える。地域の分断を避けるため、多数の交差点、歩道橋、横断地下道が計画された。 2007年度の開通を目指し、桶川北本 IC 付近まで着工する予定になっていたが、後日の大高の問題が解決しなかった影響で工事が長引いた。2010年3月27日に宮前 IC から埼玉県道323号上げお環状線の間が、翌日の3月28日には、桶川市内の埼玉県道12号、 川越栗橋線から桶川北本 IC を経て、埼玉県道57号埼玉高野線の間が暫定開通した。2015年10月31日には、県王道桶川北本 IC、白岡勝負 IC 間の開通に合わせて4、車線化された。2016年4月29日、 埼玉県道12号川越栗橋線から埼玉県道323号上げ岡上線の間が暫定に車線として開通し、新大宮バイパスから桶川北本 IC までが結ばれ、当初の事業化区間は完成した。桶川北本 IC から河野寿三田交差点までは2011年に事業化された。自動車専用道路は、 首都高速埼玉大宮線を延長する形となり、2016年に事業化が発表された。事業主体は首都高速道路株式会社となる。現在、2015年に4車線化された区間には、キロポストが設置されているが、全区間を通して、国道標識は一切設置されていない。揚尾道路橋梁より望む江川沿いに広がる湿地。1996年に、 埼玉県生態保護協会が、上尾市内のバイパス建設予定区間で、純絶滅危惧種である大高の映像を確認した。このため、国によって、専門家らによる、埼玉県王道大高等、保護対策検討委員会が設置された。大高の映像地は、道路予定地から800メートルほど離れているものの、捕食活動などの生活圏が予定地と重なっており、 計画されていた高架構造の自動車専用道路が大鷹の生活の障害となる可能性が指摘された。国と埼玉県の指針では映像中心域に停職する開発をする場合は影響を回避すると定めており、このため2002年2月から用地買収を自主的に停止していた。上尾道路予定地には大鷹の他にも十数種類の絶滅器具の希少、 動植物種が生息する湿地があるため、時間をかけて対応策の取りまとめを行った。これにより、江川を挟んだ揚げを、桶川市境は当初の森土による埋め立てから橋梁へ変更された。平日24時間交通量高のすした木間室地区の道路予定地にある基準点の一つ。1 北緯36度2分50秒統計139度30分32.7秒北緯36.04722度統計139.509083度3 6 0 4 7 2 2十3 9 5 0 9 0 8 3桶川北本 ICE 北は事業改前には野寿市、三田交差点付近のみ野寿市の区画整理による用地が確保されたが 長く動きはなかった。桶川北元 IC の供用開始後、同 IC の構造により車の流れが桶川市内に集中し、渋滞の原因となっていたため、当該区間の2011年度新規事業化を求める要望を国土交通大臣に対して埼玉県知事、上田政治が行い、2011年度に新規事業化され、測量及び地質調査が開始された。 整備計画では、埼玉県道五十七号埼玉高野線の西側を並行し、高尾二丁目交差点や尾成橋交差点を交差し、高野市立高野ノス西中学校東側の農地を通りつつ、高野ノス市立玉宮小学校の付近で北西から徐々に北向きへ方向を変える。JR 高崎線を高架で越え、メガドン・キホーテ北高野ノ店の西側角をかすめて、 三田交差点に至ることになっている。通気区間の都市計画福音は、愛気区間と同様の57メートルであるが、当初、事業化福音は、コスト縮減と事業の迅速化の観点から当初は、地域高規格道路新大宮上げを道路を考慮から、除外した23メートルとする方針とした。しかし、将来改めて都市計画付近まで、拡幅事業化される形になると、 用地買収が今回と将来の2段階になることから、土地所有者や沿道自治体から、不満、不安、懸念の声が上がった。そのため、再検討を行い、国道17号の地域港、企画道路予定区間においては、上尾道路通気区間以外の全区間で当初より、都市計画福音で事業化されていることも踏まえて、見直され、通気区間に関しても事業化福音は、 愛知区間と同様の57メートルに訂正された。2021年3月より、終点に近い河野市、三立内の高崎線との交差地点付近で着工したが、そこでは、平衛門遺跡が発掘されており、その他の区間でも遺跡が多数確認されている他にも、北本市内で近くに、猛禽類の映像や有水地が確認され保護が、 必要であることなどの想定外の要素が発覚し、事業費が着手前の想定より割増しされている。アゲオ道路の歩道橋の一つである、両家河っ橋。名前は、橋が架かる両家地区の河っ伝説にちなむ。アゲオ道路は、福音が平均57メートルであり、建設によって地域が東西に分断され、歩行者の通行の妨げとなる。このため、 開通箇所には歩道橋が設置されているが、これらは主に小学生の通学に使用されることから、付近の小学生から公募した名称が付けられている。歩道橋の共鳴板は、地元小学生の記号により制作された。歩道橋名称また地域分断を避けるため、信号機付きの交差点が300から600メートルごとに設置されている。交差する道路の突起がないものは、指導。 ちょうど、背景色画である部分は完成していない。平成21年大宮国土事務所、記者発表資料、資料1、平成29年度予算に向けた新規、事業採択時評価等について、国土交通省道路局、2017年2月21日閲覧。サービス道路は、地元への見返りとして、先行整備された速道である。 緩やかな一方通行の蛇行した片側1、車線道路で交通量を抑え、周辺環境を配慮した作りとなっている。国道標識は設置されていない。工事中は一部、本線を暫定使用した区間もある。一般国道17号上尾道路開通について、記者発表資料。国土交通省関東地方整備局、大宮国道事務所。ピアニッシモ1から 3? 2016年6月16日閲覧。県王道を受川北元 IC、白岡勝部 IC 館が10月31日15時に、開通ネクスコ東日本2015年10月19日配信。国道17号揚尾道路の江川地区が、開通します宮前 IC と、県王道が揚尾道路によりつながります。国土交通省関東地方整備局、大宮国道事務所。 2016年4月8日閲覧。国道17号上げを道路が通過する湿地エリアの環境保全対策を取りまとめました。国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所ピアニッシモ1から4。2016年6月21日閲覧。 http://prosv.pref.saitama.lg.jp/.cgi-bin/.scripts/.news/.news.cgi。mode="ref&u="2010&。millimeter="10&。sequence="55。上げお道路予定地及び、沿道の状況。 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所ピアニッシモ5から82016年6月2日閲覧一般国道17号アゲオ道路国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所ピアニッシモ8から122016年6月21日閲覧アゲオ道路の概要経緯意ノス市ホームページ コウノスシヘ門一席。公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団。ピアニッシモ、8から12、2021年6月22日、閲覧。一般国道17号上尾道路再評価資料。国土交通省関東地方整備局。ピアニッシモ、7から8、2021年6月22日閲覧。AB。B 大石南小田より8.9月号。上げおし。P2。2016年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月5日閲覧。ABC 地域に親しまれる上げお道路を目指して国土交通省関東地方整備局大宮国土事務所。2016年4月29日閲覧。北小通信学校たより11月号。あげし。 P4 2016年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年5月5日閲覧ありがとうございます。